スの焼肉一人パーティーの金麦とめっちゃグラスキンキンやってんけどなんやかんやしてて溶けてしまった。それでは今日は12月29日乾杯。正月前のよし、焼こう。レッドが焼けてきたかな。大丈夫か。危険もやっぱりニャンコがおるからあんまりこうやって鉄板焼きってこういうことで YouTube 動画も撮りたいねんけども、どうしたらいいやろうか。そういう時はやっぱり焼き肉屋がここで焼き肉屋が、しかもこれ見えるように裏セットはバウンドリーの箱に乗っけて、すごいなんか実はこんな裏台通ってて、そうやったらちょっと見えにくいと思ったから、なんか台を見つけて、で、あっこにあるのはお正月リース。皆さんコメントありがとうございます。もうお正月は旅行行かれる方とか、ゆっくりされる方とか、帰省される方とか、それぞれの細かく気をつけて楽しんでください。全然おいしい。全然すごいピンクがとてももう 100g だけで、オーシービーフ、オーストラリア産のちょっと切った、もう十分やから、でもそれでもその時の気分によっても国産のなんか今食べたいなと思ったらいつもいつもは食べられないんだけど、さあお肉から行ってみよう。100g 380円で、ソーセージ、シャウエッセン、小さなシャウエッセン98円と19円のもやしと、ちょっと野菜入れて、1000円もせえへん、これが2キッパで、もう1000円弱ぐらい、ビールはまた別でやんねんけども。
そう思ったらお家で1000円ぐらいで手軽に焼肉できて、もう日によってはジンギスカンのラム肉が安い時あって、その時って500円で全然美味しい焼肉ができる時なんですけど、なんかちょっと斜めになってて、なぜかというのはこのホットプレートの線がちょっともう長さがあって、この机の半分も左寄りになってる、もうなんか斜めになってて、ベッドがなんかすごい寂しそうな目してるような、鼻暑かったのかな、すごいもう甘えたちゃんやから、今日はもう丸一日お休みで、もうスタートはレッドの動物病院から爪切りと毎月の検診、定期検診みたいな感じで、あ、面白い、なんかジャンプしてドロッとしてる動画になんか収まって面白い、届けへんねやレッド、次のライブは31日はもう午前中からお昼まで仕事があって、レンタルオフィスので、そっからはどうしようかなと思って、ライブ配信はどうしよう、6時ぐらいからか、6時7時かさせていただきます。で、多分あといきなりになるかもしれへんけども、1日はもう簡単、実家に帰っておせち料理と日本酒とかビール楽しんで、んでちょっと早めの時間帰るかもしれへんねんけど、もしかしたら元旦とか2日もライブ配信、それはいきなりかもしれへんので、なんか最近思うのが、ちょっと毎回予告とかなんかばっかりしてたりとか、あと何やねんやろ、来ないたらファンはもういきなりの方がなんかもう負担がかかれへんっていうのと、やっぱりなんかできるだけコメント読みたいから、人数がもうちょっと百何十人ってなった時もなかなかで、ちょっと少人数の時がすごいゆっくりできるかなっていうのもあって、いきなりも取り入れさせていただきたいと思います。すいません、お幸せや、大好きなこの夕食セットに、もやし、この一袋19円のもやしが美味しいねんな、これが、
ば今日は12月29日で良い年末年始、年末をお過ごしください。でこんな挨拶させてもらってるけど、またもうちょくちょく動画、もう休みの間撮ってアップさせてもらいます。あ、一つ思い出したのが、私 YouTube 始めた頃はすごい勢いでもう動画アップしてて、最初よく言われたのは、初心者で無理したら長続きせえへんから、もう気をつけた方がいいよって言っていただいてたんやけども、それでもなんか控えめにっていうか、ちょっとブレーキを少しかけるようにしてたんやけども、今はすごいブレーキかけてると、もうやっぱり毎日とかいきなり3つ動画アップする時もあったりとか、この前あって、私自身はもうほんまはもうできるだけ撮ったものを早くアップさせていただきたいっていうのがあって、もなんかな、例えば溜まってた動画を1日コンスタントに上げるって同じ時間っていうのもなんかおすすめ、アドバイスいただいたけども、それもいいかもしれへんけども、やっぱりできるだけ私のなんか思いはできるだけなんか早めに新鮮なうちにアップさせていただきたいみたいな感じで、もこんな感じで、すいません、ちょっと年末年始は1日になんか1本じゃなくて2本とかそういう風なある日があるかもしれないけど、その時もまたよろしくお願いします。